皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では日本の文学作品を朗読しています。100年くらい前の作品が多いので、昔の言葉や難しい言葉があります。それらを簡単な言葉に変えて、 聞き取りやすいようにゆっくり読みます。すぐに物語を聞きたい人は概要欄の目次をクリックして先に進んでください。また読むスピードが遅いと思う人は YouTube の設定で好きな再生速度に調整してくださいね。 さて、今回の動画は、新見南吉の短編、落とした一線童貨です。一羽のスズメが一線童貨を拾います。喜んだのもつかの間、家へ飛んで帰る途中で、童貨を落としてしまいます。 夜が明けて探しに行きますが、雪が積もってしまったためになかなか見つけることができません。さて、スズメはどうかを見つけることができるのでしょうか。どうぞ最後までお聞きください。 落とした一千銅貨、んきちすずめが一千銅貨を拾いました。ずめは、うれしくてうれしくてたまりません。他のずめを見ると、僕、お金を持ってるよ。 と言ってくわえていた一線どうかを砂の上に置いてみせましたさて日暮れになりました少し暗くなってきましたいや遊びすぎちゃったこれは大変だ すずめは一線どうかをくわえて大急ぎで水車小屋の方へ飛んでいきましたこのすずめは水車小屋ののきはにすんでいました水車小屋に着く前まだ畑の上を 飛んでいたときあまりに慌てたのでスズメはどうかを落としてしまいましたいやこれはしまったけれどあたりはもう暗くてスズメの目ではよく見ることが できな,くなっていたので「明日の朝探しに来よう」と言ってそのまま水車小屋の巣に帰りましたその夜は大変寒かったのでスズメは風邪をひいてしまいました それもそのはず雪がどっさり降ったのでした。スズメは風がなかなかなおらないので毎日わらの中にくるまって落とした一線どうかのことを考えていました。 やがて、すずめはよくなりました。そこで、一どうかを探しに行きました。まだ、雪は畑の上に積もっていました。わたしのわたしの一どうか、この下にいるのかい すずめは雪の上から聞きました。すると雪の下から、いえいえ、ここにはありません。と誰かが答えました。すずめはまた別のところへ行った。 私の私の一線どうか、この下にいるのかいと聞きました。するとまた雪の下から、い,いえい,いえ、ここにはありません。と答えました。スズメは、 あちらこちらと尋ねて歩きました。するととうとう、はいはい、ここにありますよ。雪が溶けたら来てください。と答えました。すずめは雪が溶けた日に、 また畑に行きました。どうかはちゃんとありました。見ると畑にはいっぱいふきのうが出ていました。どうかのあるところをすずめに教えたのはこの ふきのとうだったのでしょう。いかがでしたかふきのとうとは春先に採れる山菜です。ふきの蕾のことです。雪の中から目を出すので、 春を知らせる野菜として知られています。新鮮なふきのうは少しほろ苦い味と爽やかな香りがして天ぷらにするととても美味しいんですよ。もしふきのうの旬の時期に日本に来るときはぜひ 食べてみてくださいね。最後までお聴きくださりありがとうございました。この動画が役に立ったと思ったらグッドボタンで応援してください。それではまた次の動画でお会いしましょう。